私の努力が絶対に叶うという保証をください。はあ、何それ。この私が願い事を叶えてあげるというのに自分でそれを叶えるというの？そのための保証？わけわかんない。などなく何でも今すぐ叶えてあげると言ってるの。まあ一つだけだけどね。私の願い事は一つとか二つとかそういうものじゃないからです。叶えたい夢の数がいくつもいくつもあるということ？欲張りな子ね。違います。私の至るべき到達点はたった一つです。でもそこへ至る道は複雑でいくつもの峠を経るでしょう。きっと数えきれないくらいたくさん。でも私はたった一つの到達点を誤ることなく目指し、必ずたどり着いてみせるでしょう。教えなさいよ。あなたの本当の願いは何？あなたが絶対に叶えるという約束された運命とは何？私は神になります。Thank you.
魔女に。へえ、ほうきにまたがって空を飛びたいの？それともポケットに入れたビスケットを2つに増やしてみたいのかしら。であり、今日の称号を持つ私に並び立てる存在だとあなたは言い切れるの？身の程を知りなさいな、矮小なる人間風情が。実にたくましい魔女だこと。なるほどね、あなたがそうだと自称する限り、誰にもあなたが魔女でないと否定することはできないでしょうね。でも聞かせてほしいの。神も造物主も誰に認められずとも神であり造物主よ。そしてそれは魔女も同じはず。誰が認めずともあなたが魔女であるならば、私が認めずともあなたは魔女であるはず。そうでしょ？人間の域を超えたことは人間に認定できるけれど、魔女の域にまで至ったかどうかは魔女にしか認定できないということ。魔女は魔女になるのにも魔女の推薦がいると。面白いけど、じゃあ世界で最初の魔女は誰が認めてなったというのかしら。なら私が認めなくてもあなたはすでに魔女だということになるわね。難しいへりくつでごまかされてる気がするわ。嫌だと言ったら、人間風情がどのような魔法体系を生み出せたというの？それを私に試させると。
ましょう。私の名においてあなたを魔女だと認めてあげる。我が名絶対の魔女ラムダデルタの名において、あなたの絶対なる魔法世界が絶対であり続ける限り、私は永遠にあなたの後見人であり続けるわ。